ジョージ・シー・スコットは、アメリカ合衆国バージニア州出身の俳優。1945年から1948年まで、海兵隊に参加。その後、ミズーリー大学でジャーナリズムを学ぶが、演劇に興味を持つようになり、1年で大学を去る。ブロードウェイの舞台に出演するようになり、ザ・アンデルセンビルトライアルなどで、高い評価を得る。1959年に、 映画デビューし、同年ジェームズ・スチュワートと共演した、ある殺人でアカデミー助演団優勝にノミネートされた。1961年にも、ハスラーで助演団優勝にノミネートされたが、この時は即座にノミネートを辞退した。1970年には、パットン大戦車軍団でアカデミー主演団優勝を受賞したが、これを辞退した。ハえある。 アカデミー賞の受賞自体という前代未聞の行動が話題になった。この時、スコットは主催者へ提唱に辞退を申し入れたが、別のところでは、あんなのは皆、くだらないお祭り騒ぎさ。関わるのはごめんだね。と語っていた。1971年のホスピタルでも主演団優勝にノミネートされたが、これも辞退した。 主演団優勝の受賞を辞退した例としては他にマーロン・ブランドがいるが、スコットの場合はついに最後まで一度も壇上に現れることはなかった。1980年代初頭までは、リベラルで時に重厚かつ正当派の演技者として厳格な存在感を示していた。しかし、1984年のクリスマス・キャロル以降は、性格俳優として不気味な悪役や、 ホラー映画でのヒーローなど別の一面を披露。同時に大型テレビシリーズムッソリーニでは20世紀初頭のイタリアを統率したムッソリーニを演じイブシギンの魅力に迫をかけていた。またジェネシスを終えではブランドと共演し演技合戦に火花を散らせたことで話題になる。1990年代も主に大作映画では脇役で存在感を示し、 B 級作品での主演などでも第一線であった。晩年はテレビドラマでの活躍が主だった。博士の異常な愛情のタージドソン将軍役について、スタンリー・キューブリック監督はアドリブで強い印象を残したピーター・セラーズと対比して同じ演技を何度でも繰り返せる俳優とコメントしている。生涯で5度結婚しており、2度結婚した女優の コリン・デューハーストとの間の息子ギャンベル・スコットは俳優になった。晩年、最後に連れ添ったトリッシュ・バン・ディバーとは幾度か共演作を残している。ありがとうございます。